皆様ご機嫌いかがでしょう。タイム司会のドルチェ神谷です。アイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます。早くもテンションクライマックス。トップアイドルへの登竜門プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました。対戦ルールは前回と同じ。会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってください。ライブ終了時あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよ。さあそれでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル、光る個性が混じり合い生み出す力は無限大。優雅な立ち振る舞いは王者の風格すら感じさせます。完全無欠の最強デュオ T-Z。 未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたか。ファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つために進化する驚異のアイドル、沢村遥か。さあどちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは行っちゃいましょう。レディーはるかちゃん、 T セットの2人
お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは、ファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが、自信はどう？抱負を聞かせてください。正直、自信はありません。でも、優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています。だから、ファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。アルカちゃん、サンキューです。とても強い意気込みを感じるコメントでした。これはファイナルラウンド、期待するしかないでしょう。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし、残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。See you next stage!